マシュー・チャドウィックは、香港ジョッキークラブに所属する騎手。旧名は、リブンゴ中国系香港人として、香港で出生も4ヶ月で孤児となりイギリス系。香港人であるチャドウィック家に養子として育てられる。このため英語は、話せるが中国語は、話すことができない。また、幼少時、リブンゴと名乗っていたが、騎手養成期間中に、サイア・アキラ・ショウと、自らの名を改めている。 8歳の時、シンガポールへ旅行した際、乗馬を始めたのを定期に、馬との関わり合いを持ち、インターナショナルスクール卒業後騎手となるために香港、ジョッキークラブで訓練を始める。同クラブの騎手養成課程として、オーストラリアゴールドコースト競馬場のマリアンゼクストン長教師のもとで研修を受け、237 0 26勝2着25回3着25回という、 優秀な成績を残し、アンソニー・クルーズ旧社所属騎手として2008年12月15日に騎士免許に交付される。ただし、見習い騎手はデビューから一定期間では砂田競馬場で開催される競争しか騎乗できないため17日のハッピーバレー競争ではない12月20日の砂田競争で騎手デビューを果たした。デビュー初日で3安に騎乗。 1.2戦を3着6着で終えるも3案目で初勝利を挙げ、香港では2006年の王子以来となるデビュー初日での勝利を記録。その1週間後の12月28日には1日2勝をマークする翌年2月20日でハッピーバレー競争の起場を解禁する順調に勝利数を伸ばし、翌2009年6月にはデビューわずか半年で、 平宇宙が2000年に記録した、見習キシュ年間最多勝記録37勝を破る43勝をマークした。2シーズン目直後の10月1日には、エジプシャンラーで、香港 G3 のナショナルデイカップを制し、重賞初制覇。12月には、昨季、今季の活躍が認められ、見習キシュとしては、異例のインターナショナルジョッキーズチャンピオンシップの出場騎手に選出される。 シーズン半ばとなる2010年1月には通算勝利数70を記録し歴代最速となる12ヶ月3週間で見習い騎士を卒業するなどデビュー初年度より活躍を続け48勝を記録し2年連続で香港リーディング4位となった同シーズンにはカリフォルニアメモリーで香港ゴールドカップを制し G1 初制覇2010年の11月には 第24回ワールドスーパージョッキーズシリーズのアジア地区代表騎手として日本を訪れ同レース3案を含む6レースに起場している。2011年12月には香港カップを制し自身初である国際重賞競争の勝利とともじ香港ジョッキークラブの騎手養成家庭出身者による史上初の香港の国際 G1 の勝利を果たした。同コンビで 翌年の香港カップで同競争史上初の連覇を飾った。2012年オフシーズン期間にシャーガーカップを参加し、一勝二着三回を獲得し、世界選抜チームの優勝に貢献した。自身はシルバーサドル賞を受賞。国際競争は太字表示。AB 香港競馬では前年9月から当年6月までを1シーズンとして区切る。なお7.8月は、 雨季のためオフシーズンとなる。休日など一部場合除く原則として水曜でハッピーバレー開催、日曜で砂田開催というローテーションである WSJS 機種プロフィール。ありがとうございます。